そこのところへこう。今日も豊かに流れる荒川、そのほとりの埼玉県熊谷市の図書館、ここを会場に市民の切り絵クラブの活動が続きます。指導者は松井さん、もう10年も指導しています。切り絵の理論を学び、実際に作り、そして発表するのです。秋の初め頃に薄紫の花が咲いて綺麗ですよね、お部屋を。距離感がね、上に向かって距離感が。切り絵の起源は中国のお守り。日本では染め物師が使う染めの型紙として発達しました。今一般からプロまで切り絵の愛好家が増えています。いわゆるその原画をこの部分が分かるように絵に影を入れてます。日向のところと影の部分を小さい斜線かなんかで、でまあ出来上がったものを色をつけて、ね、これを入れたやつを見せました。なかなかこうスマートにやろうと思って縁をつけないこういうアクリルの、これ金銘仕様ですね。ここあるけど黒くなってるといた方がいいのかな。そうですね、黒くなってる。こういうギザギザによるこの白と黒のサファイアを逆に、後半でしょ。それでこの船が厳しいというあれはあんまりないですけども、ちょっと教えようっていう意欲が強すぎるような気がしますけど。今日は会員の作品が展示されています。今年は切り絵クラブ10周年の年です。熱心な活動により会員の作品レベルは大変高いものです。松井さんは家でも作品をたくさん作ります。さあ、切ることが終わりました。ここで切り絵の作り方を教えていただきました。額を作り、黒い紙と重ねてカッターで切る、これがカッターです、うん、これがいわゆる額絵と呼んでますけれども、うん、斜線の部分を切り取る、黒と白に絵を分けます、うん、でこのカッターで黒い紙と重ねて、この場合には和紙ですけども、この黒い和紙の上にこれを重ねて切ります。切り終わるとこういうのができます。この絵が
こういうふうに切れてくるわけです。そしてこの後ろから色紙を貼るんですけども、色紙を貼るとこれですね、こういう色紙を台紙に貼って、その上にこの黒い紙を載せるとカラー作品になるわけです。この黒い紙に見合った位置に色紙を貼っていって、その上にもう一度黒い紙を重ねて貼ればカラー作品ができます。松井さんの作品です。松井さんは50代前半に学校体育やスポーツの振興において県の直接の担当者でした。その後は高校の校長となり退職しました。忙しくストレスの多い50代に切り絵を始めたのです。切り絵にどうしてハマったかということですけどね、昭和44年の正月の朝日新聞の日曜版家庭欄にとても不思議な絵が載ったんです。作者は滝平二郎。この人のその非常にこう郷愁を思わせるような絵が非常にこう魅力的でして、筆で描いたんでもない、版画でもない、なんだろうと思って見ているうちに、それが切り絵というもんだということが分かりました。ああ私もやってみたいな、そう思って見よう見まねで始めたのが切り絵です。松井さんは切り絵だけでなく魚釣りも楽しみます。今日も図書館近くの荒川で鮎を取っています。屋内での切り絵、屋外の釣り、バランスの取れた楽しみです。ね、松井さんは日本切り絵協会の会員、今では入賞入選するようになりました。今日は入選した切り絵が他のジャンルとともに新国立美術館に展示されています。今日は第6回の個展です。もう切り絵は趣味の域を超えました。切り絵作家として指導者として認められるようになったのです。今切り絵の疲れを癒すもの、それは魚釣りかもしれません。現役時代の仕事中心から趣味中心へ、絵を切り、教え、そして魚釣りで元気いっぱいです。猛烈に働き、引退した人の穏やかで充実した生活。切り絵が松井さんに新しい人生を与えたのです。